役人だけじゃなくて政治家の関与があって今回のような改ざんが行われたのではないかというふうに推認できる今回の赤木ファイルの内容だった森友学園をめぐる財務省の文書改ざん問題で職員が改ざんの過程を記録した文書赤木ファイルについて非公開で質疑が行われました。野党側は改ざんについて 当時の安倍総理や菅官房長官に相談したのではないかと指摘しましたが財務省側は定かではないと述べ明確には答えませんでした野党側は麻生財務大臣との質疑や再調査を求めています